チャタルヒュユクの移行検出状況、家屋が寿司めのように築かれている様子がわかる。チャタルヒュユク指導の復元模型、チャタルヒュユクは、アナトリア地方南部、現在のトルコ共和国、今夜市の南東数十キロメートル、今夜平原に広がる小麦畑を見下ろす高台に位置する新石器時代から、金石平洋時代の遺跡である。その最下層は、紀元前七千五百年に遡ると考えられ、 遺跡の規模や複雑な構造から、世界最古の都市遺跡と称されることもある。チャタルとはトルコ語でホークを意味し、ヒュユクで、オカイツカを意味するので、分岐したオカの意味となる。チャタルヒュユクの、イオカは、チュルサンバチャイ側の旧川どこを挟んで東西にあって、東側は、長径500メートル、短径300メートル、高さ20メートル弱の卵型で西側に比べて、規模が大きい。うち、 新石器時代の文化層は15メートルに達し、14層の文化層が確認されている。年代的には放射性炭素年代測定で、紀元前6850年から同6300年に当たる時期のもので、チャタルヒュークの本体である。西側のイオカは、チャタルヒューク西遺跡と呼ばれ、計400メートル、高さ7.5メートルで、規模的には東側に比べて小さく、 二期にわたる、サイモンド期の発達した文化層が確認されており、上層は、青銅器が出現する、腹吹き平行とされ、全体的にやや新しい、チャタルヒュークは、1958年に発見され、1961から1965年にかけて、ジェームス・メラートによって、発掘調査されて、世界的に知られるようになった。メラートは、 200カ所近い建物を調査し、チャタルヒュークが少なくともレ、アイ、ビア、ビブ X の13の層と、さらに下層があることを確認した。最下層に至るまでは、さらに7メートル掘らなければならないと推定された。以後トルコ政府によって調査が禁止され、遺跡は1993年9月に、ケンブリ時代のヤンホダーによって調査されるまで放置されることになった。ホダーの調査は、 他に先駆けた光輪連腐流の研究手法を取り入れた野心的なものであった。考古科学の手法に加えて、チャタルヒュークの壁画が表現しているシンボリズムについて、心理学者や芸術家たちに解釈をするよう従事させた。チャタルヒュークは、メラートによって、その複雑性が記録されたが、真の意味での、町、都市、文明というよりも巨大な村をとして記述された。チャタルヒュユクの集落は、 ゴミ捨て場を持つ家々によって構成されていた。いくつかの家には今よりも大きな部屋があったがこれが公共的なものであったのか。住民の間では職業文化ないし分業が行われていたのかははっきりしない。このような広い部屋は何らかの儀式など特別な目的で使用されたと思われるものの今一つはっきりしない。チャタルヒュユクの本体である東側の井岡は 最大で総人口1万人に達したと推測される。もっとも、チャタルヒュークの集落の数千年に及ぶ歴史の中で人口は変化しており、平均的には5000人から8000人ほどであったと考えられる。チャタルヒュークの住民は、互いに隙間なくすし詰めのようにくっついた一部屋が平均25平方メートル程度のドレンガでできた集合家屋に暮らしていたと思われる。 通路や窓のようなものは存在せず、蜂の巣のように密集してより集まっている家々の天井板の穴から入り、木製のはしごを使って外へ出る仕組みになっていた。つまり、チャタルヒュークの家の扉は、現在の家と違って屋上についていたことになる。このような、変わった家の構造ができた理由は、はっきりしないが、一説にはライオンなどの猛獣や外敵の侵入を防ぐための工夫ではないかと。 考えられている。このように窓が一切なく、出入り口が屋上にしかない建物であれば、住民たちは非常時に屋外のはしごを取り外すだけで、猛獣や外敵の侵入を簡単に防ぐことができたのである。チャタルヒューク住居内部復元模型つまり家の屋上が通路の代わりになっていた。屋根穴は換気口の役割も果たしていた。新鮮な空気を入れるとと,ともに、 暖炉やかまどの煙を廃棄する穴でもあった。それぞれの家は内面に漆喰を塗り、正方形の柱を使った子と急な階段を設けていたという特徴がある。そしてそのような出入り口は、大抵暖炉や炉が設けられている部屋の南側の壁に沿って作られている。それぞれの家の主だった部屋は、料理をしたり日常生活を営むために使われている。主だった部屋には壁に沿って座ったり、 仕事をしたり、眠ったりするための木段が設けられている。そういった木段は壁の内側に設けられて、丁寧に漆喰が塗られ、表面を滑らかに仕上げている。実際建物の壁や床は白色の細かい粘土で何層にも塗り込められ、120層にも及ぶ建物さえ発見されている。このような上塗りは同一の生活面から検出された。 建物にほぼ同じ回数の上塗りがされていることから、おそらく毎年のように繰り返されたと考えられている。一方、補助的に設けられた部屋は、食料、財産の貯蔵、保管に用いられたと推定され、主たる部屋からの天井の低い通路でつなげられている。それぞれの部屋は貴重面なくらい綺麗な状態であって、考古学者たちは、建物の中にゴミを発見することができないくらいで、あった。 チャタルヒュユクの住居の外側に著しい量の牙や下水荒や調理に伴うゴミの山が発見された。ゴミの山は埋め立てられて広場として使われ、天気のいい時には日常的な活動が屋根の上やそのようなゴミや口述するような建物の瓦礫で埋め立てられた広場で行われた。後の時代になると巨大な共同の炉が屋根の上に設けられるようになった。 時間が経過するに伴い、家屋は部分的に取り壊しが行われ、荒石と灰の上に建て替えが行われた。壊された家の瓦礫はマウンド状になっていき、その上も広場として使われた。それがチャタルヒュークでは18層にわたって行われたことが確認されている。チャタルヒューク牛の壁画チャタルヒューク牛の壁画博物館の展示室に復元されたチャタルヒューク。 第七層で発見された表の壁画とちぶさの模型。この表の壁画は少なくとも7回の塗り直しがされたことが判明している。チャタル休憩の住民は死者を村の内部で埋葬した。遺体は床下に墓庫を設けて埋葬された。特に暖道の下、主たる部屋の木段やベッドの下から遺体が発見されている。遺体は木段の下60センチメートルくらいの深さに 体を小さく折り曲げて、左側を下、頭を部屋の中央に向けて、籠や足類のゴ座のようなものにくるまれて埋葬された。いくつかの墓からは、関節が外された骨が発見された。おそらく一体は埋葬される前に長期間外気に、さらされていたと思われる。もしかしたら、講述するようにハゲワシ等に死体をついばませていた。可能性も否定できない。墓が荒らされると一体分の骨格から、 頭が取り外されている場合も見られる。頭蓋骨が集落の全く別の場所で発見されることからそれらの遺体の頭蓋骨は儀礼に用いられたと考えられている。頭蓋骨の中には漆喰と黄土色の絵の具で彩色され人間の頭を復元しようとしているものもある。このような習慣はシリアの新石器時代の遺跡や新石器時代の ジェリコなど、チャタルヒューユクの近隣の遺跡にも見られる特徴である。服装品は、例外的であって、織物がある他に、木製容器、カゴ、食べ物が共通して見られ、男性の墓の場合は、木製や骨製の柄のついた、剣、石製の棍棒のような武器、粘土製のスタンプ印象、銅の腕輪や S 字状の骨製、バックル、女性の場合は、化粧用の石製パレットや装飾品、 ごく稀に黒曜石できた鏡が見られる。また、宝貝を目にはめ込んだ頭骨も見られる。身長は男性1 7 0トルくらい、女性は1 5 8トルくらいで、平均寿命は男性34歳、女性30歳くらいであったと考えられる。生前にマラリアによる貧血症を患っていた人が多かったと思われ、 関節炎や骨折を患っていた人がいたことも人骨から判明している。生き生きとした壁画が居住区の至るところ、部屋の内側や壁の外側で発見される。チャタルヒュークでは、前述したように壁に上塗りを繰り返したので、壁に彩色をしてある部屋の上塗り層の断面には、図書区面が何層にもなっている。壁画はその度に上塗りされたため、一時的にしか見られなかったことになる。 反面そのために壁画が腐食せず良好に保存されて、今日でも見ることができるのである。壁画は細かい毛のブラシを用いて、塗料を塗って描かれたと考えられている。塗料の原料は、シャド、アイドコウ、シンシャ、クジャク石、カタエンコウ、マンガンなどアナトリアで入手できる鉱物から作られた。地は白かクリーム色で、壁画には赤や赤葛色が主に用いられたが、黒。 黄色、藍色、青、灰色が使われている例もある。多くの壁画は、柱と柱の間に収まる大きさであったが、例外的に大きな壁画も描かれた。人や動物を描いたもの、幾何学文様、真っ赤に塗られたもの、人の手を並べて描いたものなど描かれた主題は、多様であった。層の異なる二つの儀式が行われたと推察される、部屋で、 資料の様子を描いたと思われる壁画が発見されたが、北側の壁に2メートルもの巨大な赤いお牛を描き、その周りに何人かが、ひの毛皮のふんどしをして踊っている姿を描いていた。描かれた人物は多くは男性であり、体を赤く塗った姿で表現されていた。この壁画より古い層の部位層では、壁紙面を使って、イノシシ、シカ、クマ、オオカミ、オナガと呼ばれる野生のロバ、 ライオンやその他の動物を描いた壁画が発見されている。研究者たちは、資料の光景ではなく、未経年文化に見られる儀式や、現在の闘牛のような動物を使った祭りのような象徴的なものを描いたと推察している。第3層では、部分的であるが、犬のような動物を使って、男性のカリウドがおじか親で言っている絵が発見されている。6層からは、 足とむしろでできた脳骨堂に織物が敷かれ目のくぼんだ頭骨が置かれている絵が発見され死者に関して何かを表す絵であるということ以外分かっていない。多く見られるのは狩猟をしている男性たちがペニスを生きり立たせている場面である。また現在では絶滅しているバイソン類を赤く描いていることもある。また頭のない人間に ワシやタカなどの猛禽類が飛びかかるように舞い降りてくる場面も描かれる。この壁画の猛禽類はなぜか人間の足を持っているものがあり、儀式の際に鳥の姿に紛争した祭司の間に頭のない遺体が置かれている様子を描いていると考えられている。また、死体の処理の方法として白襟ハゲワシなどに死体の肉をついばませていたことを表しているのかもしれない。壁には 動物の頭、特にお牛のものが多く、お牛の頭骨や角を芯にして、土で復元するように塗り固めているものが見られる。一方、お牛やお鹿の頭が取り付けられている例もある。動物の頭像は、3個、5個、7個といった単位で、低い木段や壁に取り付けられたり、新しい時期の角がついた捧げ物を置くのに使用した、台と似た土中に取り付けられることもあった。このような動物の像で、 特にお牛の角は男性の深格を表していると考えられている。一方で第七層で発見されたような表の壁画やチブサの模型には土偶もに地母神や出産の女神を表していると考えられている。背景にチャタルヒュークから1 4 0トルの位置にあるハサン火山ないしハサンダグ火山の二つの峰を背景に集落の様子を描いているものもあり。 世界最古の地図内しは風景画とみなせるかもしれない。チャタルヒュユクの人々は社会的な階層文化が穴されず相対的に平等社会であったと思われる。はっきりと王や神官が使用したことを想起させる特徴を持った家屋が未だに発見できないからである。最近の調査で判明したのはジェンダーに基づくわずかな社会的区別があるということだけである。男性も女性も 食物を平等に分け合い、社会的な階層としては平等であった。チャタルヒュユ育の上層においては、人々は農業を行い家畜を飼っていたことが明らかになっている。女性の土偶は、小麦や大麦を貯蔵する室の中で発見される。小麦や大麦の他には、エンドウ豆、アーモンド、ピスタチオや果物などが栽培されていた。牛や羊の骨が見つかっているのは、 動物の家畜化の始まった証拠として考えられている。しかしながら、チャタルヒューユクの人々にとっては、狩猟で得られる動物の肉は、なお重要な食料であり続けた。瓦家を作り、黒曜石で石器を作ることが主要な工業であった。黒曜石でできた石器は、地中海産の貝やシリア産のフリントなどの物資と、交易を行うために用いられたと考えられる。遺跡の上層からは、 女性の土偶が発見されている。神殿と同貞できる遺構は未だに確認されていないものの墓や壁画や土偶はチャタルヒュークの人々が豊富な宗教的シンボリズムを持っていたことを示している。そのようなものが集中的に発見される部屋は、指導ないしは公共の会議場であったと思われる。チャタルヒュークで最も印象的なのは女性の彫像である。 最初に発掘調査を行ったメラートは、丹精を込めて、丁寧に作られた彫像は女性を表すと考えられ、大遺跡や青みがかった、石灰岩、褐色を帯びた、石灰岩、変岩、崩壊石、玄武岩、アラバスターを刻んだり、粘土でかたどって作られた。男性髪も板にもかかわらず、放送よりも後になると見られなくなり、女神像は男心像に数においては、 圧倒的に凌がしている。チャタルヒュークボ神像2匹のライオンが脇にいる丁寧に作られた女神像は、メラートが主導であると考えた場所で発見された。2匹のライオンが脇にいる女神像一体が穀物像から発見されたとき、メラートは穀物の実りを保障したり、穀物の供給を守護する意味があるのだろうと推察した。メラートが4度にわたる発掘調査で200カ所近い。 建物を調査した一方で、イアン・ホダーは、わずか一つの建物に、全調査機関を費やした。ホダーは、2004年から2005年にかけて、メラートが発見してきた、おびただしい量の丁寧に、作られた放満に太った、母心像と同じものを発見している。2005年に発見されたものは、衝撃的で、 ホダーは、チャタルヒュークに関する公式サイトで、チャタルヒュークに関する社会像を抜本的に変えなければならないかもしれないと前置きして、母心像の豊満な胸には両腕が置かれ、腹部が中央部をなして大きく張り出している。母心像の一つを回転させて、向きを変えると腕が非常に細く非常に細身で、ひからびたような人物の骨や骨格が描かれているのが見られる。あばら骨や、 脊椎骨が剥き出しになっている。肩甲骨と骨盤も剥き出しになっている。この母心臓は、チャタルヒュークの社会や表現力の性格について見方を一変させるようなユニークなものと言える。と述べている。古代では、イコニウムと呼ばれた。ルイス・ビン・フォードの提唱した客観的な統計勝利と自然科学的年代測定法に加えて文化変化の過程を解明するために、 文化進化論を考古学に持ち込んだニューアーケオロジー、プロセス考古学に対して客観性を保とうとしても現代社会に生きる考古学者は現代の文化的ワイヤースから逃れられないからあくまでもその遺跡や文化の脈絡で考古資料の意味や位置づけを解釈しなければならないという立場のポストプロセス考古学の主張者として知られるしばしばプロセス考古学と ポストプロセス考古学の退治は、文化進化論とボアズ学派の対立に見立てられる。イアン・ホッター・ケンブリッジ大学のカリスマ的な考古学者で、西アジアやギリシャの遺跡の調査成果から、初期国家単位の概念や、国曜石をはじめとする交易の研究から、理心現象モデルとそれをいくつかのパターンに分けて、グラフ化したフォールオフモデルを提唱したこと、インドヨーロッパ語族は、 アナトリアが元凶であって、その言語の広がりは、農業の普及と移住の結果であるという説を唱えたことなどで知られる。CF コリンデンフルー、例えば、ビア層のある指導では、北西部の基段の下から男性の遺体、別の基段からは女性と子供の遺体が発見された。この印象の形には、渦巻き、三角形、格子状など深い刻線で刻まれた幾何学文が掘られている。 この印象が応印されたものが出土しないため、腐りやすいものをやくちてなくなるようなもの、例えば、織物、比較製品などに用いられたのではと推察されている。口実する指導の一つから発見された。英語では、シュラインと表現され、チャタルヒューク遺跡の場合、日本語では、指導という訳語を与えることが定着している。ありがとうございます。